こんばんは、おもちゃんです。今回紹介するのはこちら、48分の1、スケールメガサイズモデル車専用ザクです。こちらのでっかいザク、車ザクをですね紹介したいと思います。でこれは2010年から販売してるんですけどね、今も現在進行形です。で私が買ったのはね5730円、ヨドバシカメラで、こっから 10% 引きかな、ヨドバシポイントがつくんで大体5200円、アマゾンでも今5200円とか、高い時で5800円ぐらいかな、そのぐらいで大体ガンプラ2割3割引きでね普通売ってるので、でね、ポケルメイドインジャパンです。我らがメイドインジャパン。メイドインジャパンのね商品、プラモデルぐらいじゃないかな、今おもちゃで。たらこれですね。商品。よいしょ。比較対象。対象。でね、これが100分の1シャーザクです。でっかいな。まあこれ缶と比べてもらったら分かるけど、100分の1だとねそんなちっちゃいわけじゃないんですよね。これがでかすぎるっつ、ちなみにこれがガチャガチャの HG、 このさでね、これさっき作ったんですよ。でコーヒー飲みながらね、お菓子食いながら、ちょっとテレビチラチラ見ながら作って、まあゆっくり作って1時間50分ぐらいかな、違う、50分2時間ぐらいで作れます。だからちょっとね、あのなんかちょっと暇だなって、ちょうどいいぐらいじゃないかな、でね、これね、こっちのシャーザクはこの箱に入ってるやつ、このタイプの箱、これはね定価3500円、私はねジャスコで、2480円買いました。これもすごいね、出来はもうめちゃくちゃいいです。ちっちゃいけど高いのでね、まあ、その分出来がいいんですけど、こういうふうにね、これ指もこういうふうに、これはこれで細かく動くと、これ一本一本動くんですね、これ。まあよろしければ、でかいのが苦手な人はこういう感じのでもいいんじゃないでしょうか。でこれもねシール貼ってないです、どこも色も塗ってないです。で、セメダインもね一切使ってない状態です。ただですね、この前紹介したガンダムと違うのは、あのシールをね2箇所使ってます。それはねこのシールなんですけどね、銀のシールとこのね目のところにつけるシールが銀でした。でこの目の裏側に塗る、使うねシール、これが黒のシール、この2箇所。それ以外にこれ、ね、水シールがついてくると、これまだ合ってないんですけど、でこう、ね、稼働する範囲は結構稼働します。この肩の部分がこう稼働するので、ね、腕もかなり上がると、こっちも動くのでかなり上がります。腕もね、そうすると足もスカートがね開けれるんで、結構足も動かせるという感じです。で、
シールなんだけどね、私の嫌いなシールじゃないんです。私の嫌いなシールっていうのは、貼ってすぐ、あ、シールだって分かるやつ。これね。これ大嫌いです。でも、これに使ってるシールっていうのは、見た目分かんないです。なぜかっていうとね、プラスチックの、クリアのプラスチックとクリアのプラスチックの間に貼ってあるんです、シールが。うん。噛ませてるっていうのかな。そういう貼り方。で、バッグ、このバッグの、黒いところのシールなんだけど、わかんないです。うん。気にならないですね。あとね、よいしょ。よいしょ。これね。ここが外れます。で、ここにね、グリアの突起があるんだけど、これがね、こう回せんですよ。こういうふうに。回せると。で、なんで回せるかっていうと、この、回すことによって、この、物合いがね、こう動くっつ。動かせるっつね。うん。だから、好きな位置に固定して、まあ、真正面じゃなくて横で、ちょっとね、ポーズつけたいときは、こういうふうに横にずらしたり、うん。して、この状態で、カポってね、はめると。で、ポージングをつけるときなんか、こういうふうに、物合いをいじったりもできるのでね。うん、超、かっこいいっすよね。うん、で、まあね、最近のプラモデル、もう一つね、ちょっと説明したいというか、ね、これね、ライナー、パーツなんだけれども、昔だったらね、こうニッパーでパチって切ったり、自分の場合はね、爪切りでパチパチって昔、プラモデル作ってた時やってたんだけど、今のはね、もう必要ない。今のは必要ない。っていうのはね、ね、ほら、こうやってね、簡単にね、もう取れちゃう。簡単に取れてしまう。で、ここのバリの部分も、今のライナーと繋いでたバリの部分も、もうね、ほとんどない。ちょっとあったとしても、こうやって爪でね、こうやってやればね、取れちゃう。そのぐらいね、もうこう、なんていうのかな。金型が進化してるとかね。プレースの金型。で、もしね、ちょっと硬い部分があったとしても、これ、ちょっと硬いなってところね。これを、こうね、これ引っ掛けると。引っ掛けて、ここに引っ掛けるとか。ついてたりするんだけど、ここに引っ掛けて、こうってほら、簡単に、こうって簡単に取れちゃう。うん。簡単に取れちゃう。こう。こう取れちゃうんだよ、簡単に。ここだったらバリが、あ、ちょっとあるな、ここだ。って言ったら、これで、それでほら、簡単に取れてしまう。ほとんどフラットになるぐらい。もうこれすごいね。ニッパーいらないし、セメダンいらない。うん、これ本体だけ買っちゃえばね、もうこれ見てもらったら分かるとき、色も別に塗る必要ないし、シールは他に水しら貼りたければ貼ればいいっていうね。うん、もうほんとすごい。びっくりするぐらいね。やっぱね。長い歴史があるので。で、これ、前紹介したガンダムと並べてみます。入ってるかな、画像の中に。まあ、かっこいいね。あ、ちょっとシャーザクでかいのか。そんなことないか。角の分、ガタイがいいのかな、シャーザクの方が。だからか。かっこいいね。まあそれにしても、これねえ、でね、シャーザクとこの48分の1はシャーザクと、量産型ザクがあるんだけど、シャーザクはこのタイプの銃で、量産型の方はバズーカが
ついてると。あと色が違うということと、うん、多分角はついてないと思うんだな、うん、ついてる場合もあるんだよね、量産タイプでもね、改造するために。まあでもそのぐらいの違いしかないので、量産型を欲しい人はそちら買ってもいいんじゃないですかね、うん。それではご視聴ありがとうございました。あ、また、あ、そう、これもちょっとあれしとこうか。これね、こっちのモノアイもね、一応目はシール。これ気になるかどうかね。うん。気になる人は気になる。気にならない人は気にならないという。で、こっちはモノアイはね、こう首振ると一緒に動くっていうかね、うん。一緒に動くっていうか、なんて言ったらいいのかな。噛ませてるんだよね。なんつったらいいかな、ちょっとうまく言えない、うん、これはこれでかっこいいし、うん、それでですね、今回もご視聴たたないありがとうございました。またのね視聴よろしくお願いします。それでは。